はい、読むラジオ、聞くラジオをご覧の皆様およびポッドキャスト陣内義塾のリスナーの皆様、こんにちは。陣内俊でございます。ですね、今日は陣内と聖書研究と、久しぶりにですね、クリスチャン向けコンテンツ、このですね、聖書を僕が読んで、毎日ですねデボーションというのをしていて、そのまあ内容をご紹介しながら解説していくという、そんなコーナーでございます。で、今日はですね、タイトルが文化の宝っていうですね、タイトルです。で、ルカによる福音書の、7章9節、これは僕がですね2018年11月の30日に、デボーションをした朝聖書を読んで、書き留めたメモからご紹介いたします。で、ルカによる福音書の、7章9節にこうあるんですね。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありませんと。で、この文脈といいますか、この箇所の前に何があったかといいますとですね、ローマの百人隊長という人が出てくるんですよね。で、そのローマの百人隊長がですね、自分の側近のしもべが、病気になってしまったよと。で、もう不治の病なんで。で、なんとかしてほしいということで、その当時、こうイエスはですね、村々、町々を回って、その癒しの技、また解放の技、そして福音を述べ伝えていたと、聖書は書かれています。宣教活動をしていたわけです。で、その噂というのはですね、いろんな、その近隣の町々にもですね、広がっていくわけですよ。で、その時に、ローマの兵士が、そして百人隊長というのは、リーダーですね。百人隊長、千人隊長とかっていう形で、当時のローマは、軍隊を組織していましたので、非常に偉い人ですね。で、この人が、自分のその、重要なですね、同僚が、病気になってしまったということで。で、医者に見せても、ダメだったんでしょうね。なんで、イエスなら何とかしてくれるかもしれないということで、イエスのもとを訪れたんですね。で、イエスがですね、その状況を説明するんですね。百人たちは。そうすると、イエスがですね、じゃあ行って癒しましょうか、ぐらいな時に、いや、来ていただく必要はありませんと。大丈夫ですと。あなたが、ここでお言葉さえくだされば、もう治るっていうのはもう分かってるんでって言うんですよ。で、なんでかというと、私は百人隊長ですと。でね、百人隊長、ローマの百人隊長というのは部下に命令するんですと。で、その部下に命令して、あそこに行けと言えば、その部下はそこに行くし、戻ってこいと言えば、戻ってくると。で、こんな百人隊長の、ローマの百人隊長の私の権威ですら、その部下を実際に動かす力があるんだとしたら、この宇宙を作られた、あなたの言葉ならば、それは権威があるので、その言葉だけくれれば、私の部下はもう治ったことわかるんで、大丈夫ですって言うんですよ。そしたらなんとですね、イエスはこれにすごい驚くんですね。これすごいと。皆さん、今聞きましたか？この百人隊長、ローマの百人隊長が言ったこと。これほどの信仰というのは、イスラエルの中にすら見たことがないってイエスが言うんです。で、どういう意味かというと、イエスはですね、ご自身でも、おっしゃっているんですけれども、私はイスラエルの、迷い出た羊のため、に使わされたっていうんですよ。なので、イエスの宣教はですね、一義的にイスラエルの、ユダヤ人のためのものだったんですね。なんですけれども、なので、その異邦人ですね。サマリア人とかですね。ユダヤ人っていうのは当時、ローマの、属国ですので、そのローマに支配されていたんですね。で、ローマ人というのは、ユダヤ人にとっては異邦人なわけですよ。そのユダヤの教えから、その外れた人たちとみなされていたんですね。なので、そのイエスに従っていた群衆ですとか、弟子たちからすると、その私たちこそ選ばれた民で、そしてイエスも選ばれた民の、救世主なんで、そのローマの異邦人が、信仰を持つとかっていうのは、当時、ちょっとあんまり考えられないことだったんですよね。
実際その後にね、使徒行伝の中でペテロですらその異邦人にもこの救いが与えられるっていうのを知って神から啓示を受けた時に、改めて驚くぐらい、すごいね、あの神様の深遠な計画があって、その、ユダヤというものを超えてこの福音が、まあこの信仰というものがですね伝わっていくっていうのは、イエスの時代には実はイエスの周りの人ですら分かっていなかったことだったんですよ。でイエスご自身もユダヤのために使わされたって自身で言っているんで、それが、だけれども異邦人にも手を差し伸べたりももちろんするんですよ。でこの異邦人に手を差し伸べた代表例がこの百人隊長の例なんですよ。で、そのイエスが強調しているのは、イスラエルの中にすらこんな信仰は見たことがないっていうんですよね。で、まあ、僕のメモを読んでいきますと、こうあるんですね。異邦人のローマの百人隊長の信仰にイエスは感嘆されたと。この箇所のポイントは、百人隊長の異邦人的な発想、かっこ言葉で命令すると従う軍隊。これを、イエスの信仰、イエスへの信仰に応用したことに、イエスが根拠主義だと批判するのではなく、むしろ素直に驚き驚嘆し、これほどの信仰はユダヤにもないと言われたことだと。で、根拠主義っていう言葉は、まあ、キリスト教用語なんで、ちょっと説明しますと、まあ、根拠主義っていう言葉ね、僕ね、ほんと嫌いなんですけど、でもまあ、わかるんですよ。それが出てきた、理由もわかるし。でもまあ、根拠主義っていう言葉はよく神学の世界で使われます。で、神学校に行くと学ぶ言葉なんですけれども、根拠主義っていうのはですね、まあ、純粋なキリスト教に、なんかこう、別の要素を混ぜるようなことを言うわけですね。で、まあ、そうだな、何がいいかな。いろんな例を挙げることができるんですけど、例えばですね、エチオピアの、オーソドックスっていうのがあって、エチオピア正教、別名コプト教っていうんですけども、その宗教ではですね、キリスト教と言いながら、ほとんどの人は聖書を読んだことがなくて、むしろですね、土着の信仰とこう、どんどん混ざっていった経緯があって、で、結局どうなってるかというと、今、毎月祭りがあるんですよね。その祭りで、使徒とかを拝むんですよ。ペテロの月とかですね、ヨハネの月とかですね、で、十二使徒、で、マリアとかもいて、あと、セイントゲオリギスって言って、まあ、天使ですね。天使とかも拝むんですよ。で、こうなってくると、もう、これってなんかキリスト教なのみたいなとこあるじゃないですか。で、あとですね、五島列島とかで有名になった、カトリックが、500年前、1500年代に、伝わって、その後隠れキリシタンとしてずっと、こう秘密裏に礼拝を持ってきた人がいたんですよ。それを、明治になって開国した時に、西洋のですね、カトリックの宣教師たちが再発見するんですよ。お、この人たちは、もう鎖国して、もう信仰なくなってたと思ったけど、まだ持ってたんだ、つって。だけども、その信仰の内容を調べてみると、ちょっとなんかもう、原型をとどめてないと。で、むしろ、なんだろう、こう、お地蔵さんを拝むみたいな感覚にも近いし、あと、まあ、日本の先祖崇拝とかにも、もう、限りなく近づいてるんですよ。で、このようにですね、こう、キリスト教とキリスト教ならざるものが混ざっちゃって、もう、ちょっとなんか、本質みたいなものが失われてしまうっていうことがあるんで、だから、根拠主義っていうのを、は、良くないことだよっていうのは、まあ、キリスト教の神学校で教えられることなんですよね。で、ただですよ。その根拠主義ってあんまり言いすぎると、すごい本質を見失うことってあって、例えばですね、根拠主義を厳密に全部排除していくと、僕らはクリスマスを祝うということをやめなければならなくなります。なぜなら12月25日がクリスマスで、なおかつ、シロの木とかですね、もみの木か。まあ、もみの木を飾るとかですね、あの伝統って何から来てるかというと、北欧の偶像崇拝の神話と合体したことによってできた神話なんで、もし、厳密に、根拠主義を排除していくと、僕らはクリスマスっていうのは一切祝っちゃダメってことになります。でも祝ってますよね。ってことはある程度許容してるんだったら、じゃあ他のものに対しては、じゃあ、ダメだっていうのはちょっとおかしいんじゃないのというのが僕の意見です。で、必ずキリスト教はこの歴史の中で、なんかその文化的な要因と混ざって今があるんですよ。だとしたら今混ざるのはダメだというのは僕は混ぜれば混ぜるほどいいとは全く思わないですよ。だけれども、キリスト教が、文化と完全に独立して存在するっていうのは土なしで植
物が育つって言ってるのと僕同じだと思うんで、土ってあるんですよ。土って文化なんですね。で、その、日本人だったら日本人という土があるんですよ。で、このローマの百人隊長だったらば、ローマの文化という土があったんですよ。その土から、信仰を取り出した時にユダヤ人だったら絶対に発想しないような言葉だけによって癒されるであろうっていうことが言えたわけですね。で、これをイエスは咎めるんじゃなくて、むしろ褒めたんです。これすごい大事なことなんですね。続きを僕読んでいきますね。キリスト教は、皇恩公主義を嫌うが、その内実はギリシャやローマやラテンやアングロサクソンの元々持っていた良いものを雪だるまのように吸収しながら深められてきた思想であると。で、キリスト教神学というのはそもそもギリシャ哲学と混ざったものですからね。これって根拠主義で厳密に排除していくと、それすらも神学というのもそもそも成り立たないですからね。はい、ラテン語で作られてきた体系とかって、あれってもう完全にそのギリシャの思想とかと混ざってできてきてるもんなんで、はい。で、今度ね、じゃあ、私たちがですね、アジア的、日本的発想をキリスト教に応用するとき、神学者は眉を潜めるかもしれないが、イエスは実は驚嘆し感嘆し、これほどの信仰はキリスト教社会の中にも見られないと喜んでおられるかもしれないじゃないかと。で、文化の宝をイエスへの信仰に応用することは聖書に反することではなく、聖書にかなったことだっていうのが、まあ、このね、僕が、メモに書いたことなんですけれども、まあ、その日本的発想とかですね。まあ、日本にしかないボキャブラリーってありますよね。でも、アメリカ、その英語に訳しようがない言葉であったりとか、あるいはその西洋の人が絶対に発想しないような考え方って日本人って持ってるんですよね。で、それをキリスト教信仰に応用していくときに、もしかしたら、その百人隊長が、の信仰にイエスが驚いたようにですね、あ、これほどの、そのキリスト教信仰っていうのは、その東洋のならではのその発想なんだけれども、欧米系には見つからないようなすげえ信仰なんだと。イエスならば驚いてるかもしれない。だけれども、まあ、神学者というのは往々にしてなんか西洋のものを正当と考え、東洋のものはなんかアリューと考えるなんか思考の癖を持ってるんで、すげえバタ臭いんで僕大嫌いなんですけども、なんですけれども、僕らはその東洋的発想あるいは日本的発想をですね、むしろ信仰に生かしていくっていうことを考えていった方が僕は建設的だし、また信仰的でもあるんじゃないかなと、かように思うわけでございます。というわけで、動画をご視聴およびポッドキャストをお聞きください。ありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。